って言ったこと一度もないんですよ。下校中の小学生がそれってあなたの感想ですよねってひたすら繰り返しているのを目撃しました。日本がどんどんおかしくなっていると思いました。なんとその影響は小学生にまで。今やマツコさんまに続き中高生が相談したい人第3位、我らが MC ひろゆき。よく持ってたね、サングラスとか。音声が被っちゃうんで。大丈夫ですか？喋っていいですよ。こんにちは。こんにちは。なんか、あ、おじさんね、おじさんも娘いるの。だから、なんか可愛いなと思うんですけど、高校1年生ですか？中1です。え、中 1?中1だったらちょっとうちの娘と変わんないよ。え、ちょっと、なんかすごい複雑な気持ちになったんだけどさ、ひろゆきさんも知ってるんですか？あ、ひろゆきさんもファン。中学校はどうですか？楽しいですか？バスケ部で、ひろゆかないが流行ってます。ちょっと待って、ちょっと待って。え、ちょっと待って。それは嬉しいけどさ、じゃあカズマさんさ、こんなお父さんだったらどうする？夜中にウェブカメラに向かって一人で話しかけてる、ひろゆかが来たおじさんがパパだったらどうする？それはそれで面白そうです。あのね、おじさんね、まだね、正体ね、小6の娘にバレてないんですよ。もし、自分の父親の正体がひろゆかないだったら、カズマさんはどういう反応をしますか？今、チャンネル登録者数が6万人弱じゃないですか。うん、だから、すごいなって。現在小学5年生です。ゲームにハマって学校に行ってないんですが、行った方がいいのでしょうか？はい、行った方がいいです。学校としても9時から3時ぐらいでしょ。その後ゲームすればいいじゃん。で、なんだ、9時から3時の間で3、3で6時間か、6時間小学校に行って、でその後18時間ぐらいあるじゃん。でその18時間でゲームすればいいじゃん。なのでゲームと学校って両方可能なんですよ。でゲームって、まあ、今後もいろんな新しいゲームずっと出続けると思うんですけど、小学5年生ってもう二度とできないんですよ。で小学6年生ももう二度とできないんですよ。まあこの時間に小学生がスパチャで500円払ってるかどうかっていうの問題もあるんですけど、結局その小学校とか中学校とか高校って二度と通えないので、おっさんになってから、あ、小学校通いたいなと思ってもう無理なんですよ。なので、おっさんからのアドバイスですけど、その時にしかできないことがあれば、その時にしかできないことをやった方がいいですよ。うん、今何にも言ってないね。トートロジーだね。はい、もしもし。おお。こんにちは。こんにちは。使い慣れてますね、なんか。はい。はい、よくズームされるんですか？たまに使います。なんか、声がすごい高いですね。はい。小4です。小 4? はい。ちょっと待って。ちょっと待って。小4って、うちの次女と同じぐらいだよ。なんで使えるの？ズームとか。はい。いや、ちょっと皆さん、うちの子ね、小3にしてスマホは持ってるんだけど、はい、ズームなんてできない。なんでズームなんか、え、これパソコンから？お父さんのパソコンを借りて、いつもパソコンやってるので。ちょっと待って、皆さん。どういう、すごい時代、将来の夢は？ラジオ局のプロデューサーかディレクターです。じゃあちょっと、偉くなったらおじさん雇ってください。おじさんもちょっとたまには喋らせて。はい。いや、ちょっと待って。さっき中1で小4でしょ？うちの娘小6と小3だから。いや、すごいね。ちょっと、
具体的に、YouTube っていうのは、小4の方、小4とか、みんな何を見てるの今。ゆっくり実況とか。はいはい。ひろゆきさんの切り抜きとか。ひろゆきさん、ちょっとこれ、ひろゆきさん、ちょっと聞いてますかひろゆきさん。たまにサブチャンネルもひろゆきさん見てくださってるんですけど、僕の、サブチャンネルっていうかライブ。これ、ひろゆきさん今見てる？ひろゆきさん。おい、ひろゆきさん。ちょっと見てるかどうかわかんないですけど。いや、すごいよね。いや、ちょっと、はいはい、普通にさ、みんな、チャットもしっかりしてるから、はい、普通に大人かと思った。はい、親厳しい？そんな厳しくないです。優しいです。へぇ、言える範囲で、親御さんたちはどういうお仕事さ、似たようなお仕事されてるんですか？お父さんは武術家です。武術家？はい。武術？はい。格闘家ってこと？格闘家ではないんですけど。武術を教えるってこと？はい。全然 IT とは真逆な気がするけど。はい。お父さんパソコンとはそういうのはすごい疎いです。けど、駒さんはなんでこっちに目覚めたの？普通だったらお父さんがこれだったら、俺も強くなるぜってならないの？僕もちょっとお父さんから習ってるんですけど。はい。なんか前 YouTube 見るためにパソコン使ってはなんかパソコンが好きになりました。じゃあ引き続きちょっと暇あったらおじさんのチャンネルまた来てください。はい。今日はありがとうございました。いやいや、こちらこそちょっとありがとうございます。不思議な気持ちになりました。はい、失礼します。バイバーイ。はい、バイバーイ。ちょっとね、ちょっとこれどうですか皆さん。これはすごいことですよ、これ。ひろゆきさん見てほしいな。これちょっとタイトル変えるわ、後で。